白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために、経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。今回のテーマです。今回はセリアですね。なぜ利益率が高いのかということでやっていきたいと思います。まあ、結論は原価の最小化に成功しているからということですよね。まあ、セリアはまあ企画と小売りなので、まあ製造メーカーではないので、原価っていうのはまあ仕入れ原価ですね。メーカーから仕入れる時の仕入れ原価の最小化に成功しているというのが今回の結論になります。はい、では以後学びを深めていきます。まずセリアとはどのような企業なのかということなんですけれども、はい、セリアですね、100円ショップに独自の業務効率化システムを駆使し利益率高いと、国内シェア拡大に注力ということで、100円ショップなのに利益率が高いというね、こう不思議な特色を持っています。普通100円だったら利益率は低いはずなんですけど、100円ショップなのに利益率が高いという、まあ、そういう特徴を持っているということですよね。まあ、業界1位はダイソーですけれども、ダイソーは非上場なので、まあ詳しいですね、情報というかデータがわからないということで、まあ、セリアは業界2位で上場企業ということで今回やっていきたいと思います。はい、で、まあ、売上はですね、もう右肩上がりということです。このグレーの棒グラフが売上ですけれども、売上はもう綺麗な右上がりになっています。毎年のように、まあ、店舗が増えていっているということですね。で、1株当たりの価値ですね、EPS と BPS というのを出しています。 EPS っていうのはアーニングパーシェアということで、1株当たりの当期純利益が赤ですね。 EPS、 1株当たりの当期純利益が赤のグラフで、 BPS っていうのはブックバリューパーシェアということで、1株当たりの純資産ですね、純資産の1株当たりの価値ですね。まあ、いずれにしても右肩上がりで増加していると、要するに株主価値が上がっているということです。はい、で、配当に関しても右肩上がりということで、あと生産性ですね、まあ、従業員の数がまあ増えていきながら、従業員1人当たりの営業利益率っていうのは、まあ1人4000万円ということで、まあ、実際セリアの場合は主力がですね、まあ、現場のアルバイトパートの方なので、まあ、その方々がプラス1万人ぐらいいらっしゃるので、まあ、実際はですね、その店舗あたりの生産性ってなると、もう少しこう数字が下がりますけれども、まあ、とはいえ、店舗を拡大してもあまり正社員を増やしてないというところは一つ、特徴としてあります。まあ、正社員の数が、そんなにこう急激に増えないので、なので、まあ、従業員、つまりここでいう正社員1人当たりの営業利益率っていうのは、まあ売上に対して1人4000万円ぐらいの、営業利益が出てるということですよね。はい、なので、まあ、はっきり言って数字に関しては申し分ないということで、まあ、素晴らしい企業の一社だというふうに思います。で、競合との比較っていうことなんですけれども、まあ、1位のダイソーがですね、ちょっとこう詳しい情報っていうのがわからないので、今回は2位、3位、4位ということで、まあ、2位のセリアで、3位のキャンドゥですね、そしてまあ4位のワッツということで、まあ、この3社で見ていきたいと思います。まず売上がセリアが2000億ですね、でキャンドゥが730億で、ワッツが527億です。で、粗利率ですね、売上から原価を引いたもの、ここは仕入れ原価を引いたものということになりますけど、セリアが 43%、 キャンドゥが 38%、 ワッツも 38% ですね。で、営業利益率がセリアが 10% で、キャンドゥが 2% で、ワッツが 3% で、純利益率ですね、売上に対しての最終利益、当期純利益の割合が、セリアが 7%、 キャンドゥは 0.6%、 そしてワッツは 1.5% というふうになっています。そして ROE ですね、リターンオンエクイティということで、自己資本の当期純利益率ということで、まあ、株主資本をどれぐらい上手に、効率よく使ってるかということですが、セリアが 17.3%、 キャンドゥが 3.5%、 ワッツが 7.4% ということで、まあ、売上規模もセリアが一番大きいんですけれども、それよりも特徴的なのはやっぱり営業利益率 10% ですね。セリアは 10.6%、 キャンドゥが 2.1%、 ワッツが 3.4% ですから、まあ、普通100円ショップって言ったら正直あんまり儲からないイメージですけど、セリアは100円ショップにもかかわらず本業で営業利益率が 10% を超えているということですよね。つまり2000億売って、まあ、利益が200億残るという、まあ、そういうビジネスをやっているということです。で、競合と比べた時の特徴としては、
粗利で 5% 高いと。で、粗利が43と38、38ですから、セリアが粗利で 5% 高いと。それプラス、販管費でも 2% 利益率が高くて、合計 7% 程度、セリアは利益率が高いということになります。まあ、今回はこの販管費の 2% よりは、粗利の 5% って、まあ、こっちの方が数字が大きいんで、こっちの粗利での 5% っていうところに特に注目して、分析を続けたいと思います。はい、でセリア1店舗のイメージなんですけれども、まあ、売上ですよね、まあ、2000億を1700店舗ぐらいで上げているので、なので、まあ、売上1店舗の平均イメージとしては1億1100万ということですよね、まあ、セリアが1店舗あると、まあ、そこで年間年商で1億1100万ぐらい売るということですよね、まあ、その 10% が営業利益ということを考えると、まあ、1110万円ぐらいが、まあ、1店舗あたりの年間の利益ということですよね。でそこで、まあ、原価が競合他社の、ね、キャンドゥとかワッツに比べて 5% 低いということでいけば、セリアが1店舗1110万円利益を出すんですけど、その1110万円のおよそ半分、500万円がこの原価 5%、 仕入れ原価が 5% 低いことが貢献しているということが言えると思います。出している利益の半分は原価が競合他社よりも低いからということですね。はい、でなぜ競合より 5% 原価を抑えられているのかということなんですけれども、はい、セリアはですね、こう流通っていうのに非常にこう強みを持っているということですよね、まあ、自社で物流倉庫っていうのを抱えているっていうところもありますが、流通システムとして求められるものを求められるときに、ね、無駄なく無駄なく無理なくということで、ね、100円ショップのトヨタみたいな感じですよね。100円ショップの、ね、トヨタ生産方式みたいな、ね、求められるものを求められるときに無駄なく無駄なく無理なくということで、まあ、これをね、完成させているということです。はい、お客様ニーズに即応する独自の流通システムということで、お客様が左側にいらっしゃって、真ん中の緑がセリア店舗と本社ですね。そして右側は製造を依頼しているメーカーということになります。そうした時にもう本社の中にこう物流っていうのを持っているということですよね。だからまあお客様のご購入情報っていうのが、まあ店舗のPOSシステムを通じて本社とメーカーで随時リアルタイムで共有されているということです。で本社でデータ分析して、で店舗に情報共有し、そして最終的には本社で取りまとめた情報をメーカーに渡して発注データとするということですよね。でメーカーの発注データが本社の物流ですよね、まあ、セリア独自の自社の倉庫に送られて、そして、まあ、店舗に商品が陳列されて、でお客様に買っていただくということですよね、まあ、この店舗本社メーカーっていうのがリアルタイムで情報共有されていて、まあ、本社で情報を一括してこう取りまとめた上で、まあ、メーカーに発注 しているということですよね、はい、お客様ニーズの高い定番商品の全店舗提供を実現することが流通におけるセリアの基本戦略です。でそのためにセリアはでは、ね、各店における販売情報のリアルタイム分析を実施し、販売生産流通のあらゆる段階で活用するなど、顧客視点のシステム化を推進していますということですね、はい、そして月500アイテム以上を入れ替えて、毎月毎月500商品アイテムを入れ替えているということですよね。だから本当に1ヶ月単位で回しているということになります。当社は最新のインターネット技術を活用したリアルタイムPOSシステムを中核とした商品管理システムを構築し、商品の販売動向、在庫の推移等の全社的なデータ管理により、欠品防止や商品回転率の向上に努めております。また取扱いアイテム数の増加に伴う商品管理の負担等の観点から、取扱いアイテム数は約2万点と定め、常に消費者に飽きられないための工夫として月間500から700アイテムを入れ替え、旧来の類似商品を廃止すると消費者ニーズや購買動向にも留意しておりますということで、まあなんかね、アパレルのザラみたいな感じで、ね、もうとにかく毎月毎月単位で商品をね、とにかくこうどん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 入れ替えているということですよね。はい、なので、まあ、今売れる商品を今売るというのが、まあね、このセリアの一つの大きな特徴だと思います。もう今売れる商品を今売るということで、まあ、商品はとにかく1ヶ月単位でどんどん変わっていきますということですよね、まあ、それによって機会損失、ね、本当は並べていたら売れたかもしれないっていう、そのね、
未実現の売り上げを、ね結局ちゃんと、最小化するということですよね。本当はそこに並べてあったら売れたかもしれないっていうその機会損失を最小化するっていうことと、逆に、たくさん並べておいたことによって売れ残りによる、ねかかる費用ですよね、まあ、例えば そこの、ね結局セリア1店舗1店舗やっぱこう在庫の、ね置いておくスペースっていうのが限られているので、その倉庫スペースとか店舗スペースっていうのは限られているので、やっぱり売れてないものっていうのをできるだけ置きたくないわけですよね。その在庫の維持管理費用等の在庫費用を両方最小化するということですよね。並べておけば売れたかもしれないっていう機会損失と、逆にね過剰在庫の在庫費用、この両方の最小化っていうのを図るために、今売れる商品を今売るって、でも特に1ヶ月単位でねどんどん商品を入れ替えて売っていくということをやり続けている企業ということになります。はい、そうした時に、まあ、一番左がメーカーですね。で真ん中2つがセリアです。セリア本社とセリア各店舗ですね。で一番右側に顧客お客様というふうになります。そうした時にまずメーカーから商品を仕入れますと、セリア、本社がですね。でセリア本社が、まあ、独自で、ね物流網というのを持ってますので、セリア各店舗に、まあ納品するということですよね。でセリアの各店舗で、まあ、お客様に販売をしますと。で当然お客様が、まあ、入金するわけですけど、まあ、小売店なので基本的には売掛金というのがほとんどないですよね。まあ、結局もうほぼ現金かクレジットカード一括というような感じで、まあ、売上イコール即入金というのがあるということですよね。まあ、ここはやっぱ資金繰りではすごく大きい、ところだと思います。そしてセリア各店舗からセリア本社に入金があってメーカーに支払いをするというところですよね。そうした時に上の 1,2,3 仕入れ納品販売ですよね。1の仕入れから3の販売までっていうのがちょっとこう計算すると平均32日間ぐらいになっていると思います。売上再建期間、すいません、商品回転期間ですね。商品回転期間が約32日間ということですよね。まあ、小売の平均は27日ぐらいなので、まあ、そんなにこうセリアは、ですね、こう回転が、他の小売店よりも早いというわけではないということですよね。要するに仕入れて売れるまで約平均で32日間かかるということで、まあ、小売であれば平均27日間ぐらいなので、まあ、そこまで競合、その他の100円ショップ以外の全小売の中でセリアはまあものすごいこう商品回転が早いわけではないということですよね。まあ、平均か、まあ、少し若干遅いぐらいということです。ただその代わり、ね、仕入れから支払いですよね。結局セリアが仕入れて納品して販売して、でお客様から入金があって最後メーカーに支払うんですけれども、その支払いに関して仕入れから支払いまでっていうのが実は33日間ということですよね。これが平均ということになります。これは小売店で見た場合に、まあでね、それはちょっと小売店って言ってもいろんな規模とか商品とかあったりしますけど、まあ、40日から60日ぐらいかかる場合が多いのに、実際セリアの場合は約33日ぐらいでもうメーカーには実際商品代金を払ってるということですよね。だから仕入れて32日で売って33日後にはもう払ってるという状態なので、ほぼメーカーもセリア もう同じタイミングで資金が回ってるということですよね。商品を仕入れて32日間で売って33日で支払ってるということですから、メーカーとセリア本社は結局共同で、まあね、もうリアルタイムで本当に毎月毎月1ヶ月単位で、まあお金と商品っていうのをぐるぐる回し続けることができているということですよね。これメーカーが結局40から60日とか時間がかかってしまうと、まあ、あんまりそんなにセリアに対して、ね、その優先的にっていうわけにはなかなか行きにくいですよね。で結局自分たちは作っても、ね、その後、ね、そのセリアに売った後に、まあ、40日から60日後ぐらいしか、ね、入金がないということになると、ね、別にメーカーも、まあ、セリアだけがお客様じゃないということで考えると、まあね、そんなにこう優先順位が高くならないかもしれないんですけど、まあ、こうやってこうほぼ1ヶ月単位でもう作ったものをどんどん、まあ、セリアがメーカーに対して製造業者に対して入金してくれるってことになると、もうほぼなんかこう運命共同体というか共同パートナーみたいな
みたいな感じで、まあね、一緒に取り組んでいきやすいですよね。まあ、それだけこう資金繰りがすごくこうメーカーにとっても、まあ、セリアっていうのはありがたいお客さんになっているということです。だからまあセリアが商品開発して、ね、メーカーが作って、でセリアが売るっていう形ですよね。でお互いがまあ1ヶ月単位で物とお金の両方がぐる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 こう、ね、回転しているという状態です。なのでまあメーカーと共同で1ヶ月単位でまあ企画、製造、販売、商品入れ替え、そして廃止ですね。もうこの商品は取り扱わないというこの廃止までを行っているということです。それによって在庫管理や物流の無駄っていうのを最小化することができているということですね。ここがセリアの大きな強みの一つだというふうに思います。はい、では今後どうなるかっていうことの予想なんですけれども、はい、もうこれセリアはですね、こうはっきり、明言してますよね。でこれはもう勝ち残って残存者利益を得ていきますということで、もう歌ってるということです。100円ショップ業界は当社を含む4社の寡占状態にあり、その店舗数は日本全国で7000を超えておりますということですよね。まあ、4社っていうのは1位のダイソー、そして2位の今回のセリアですね、そしてキャンドゥワッツと、この4社の寡占状態にあるということですよね。で4社合計で7000を超えているということですよね。市場規模につきましては各社とも継続的に出店しており、引き続き拡大していくと見られますが、近年収益性が低下している傾向が見られることから、100円ショップ市場が飽和状態に入っている可能性が考えられます。まあ、つまりもう成熟してるっていうことですよね。だからお店の数が増えるんで市場の売上規模は増えるけれども、まあ、その代わり利益率が低下してるということですよね。まあ、その中でセリアははっきり言って利益率が全然下がってないので、まあ、それだけね、この生産管理の仕組みがまあ素晴らしいということだと思います。このような状況の中、当社はゼロサム時代を確実に勝ち残るをテーマとして、ね、非常にここまではっきり書く企業ってすごく珍しいと思うんですけど、普通はもう少しこう、ね、表現が柔らかいっていうか、もうちょっとこう綺麗なイメージをですね、書く場合が多いんですけど、もうセリアの場合はもうはっきり言って直接っていうか端的に、ね、言ってますね。ゼロサム時代を確実に勝ち残るということで、もうね、どこかの企業が勝ってどっかの企業は負けますよねと、だからゼロサム時代を確実に勝ち残るっていうのをテーマとして、顧客層拡大を狙いとした商品開発とデータに基づいた商品ポートフォリオ管理の強化、複数出店案件が見込める企業との関係強化及び未出店地域の重点開拓、システムを活用した店舗作業全般の効率化追求に取り組み、セルフレジにつきましては3月末において47店舗に導入し検証を進めておりますということですよね。まあ、だから市場自体は、ね、売上規模はもう少し大きくなっていくかもしれないけど、もう基本的には利益率が下がり始めてるんで、だからもう完全に生き残り勝ち残りの時代に入ってるということですよね。はい、そこで当社は国内全地域において未出店地域への出店、出店済み地域での持続的なシェア獲得ですよね。もうだからもうパイはある程度もう決まってきてるんで、その決まったパイの中でしっかりとシェアを獲得していきますということにより企業価値を向上させていくことを当面の目標としておりますと。で100円ショップ市場が飽和する局面においては一時的に当社の収益性が低下する可能性が考えられますが、もう市場自体が飽和してきてるんで、だから今後、まあ、一時的にこのセリアの収益性も低下する可能性が考えられますが、売上高営業利益率 5% 以上を維持し、残存者利益を確実に獲得し、最終的に現行以上の利益率の確保を目指してまいりますということで、今は営業利益率 10% ですと。で今後 5% ぐらいまで下がるかもしれないと。でも 5% ぐらいまで下がったとしても、もう結局生き残る、勝ち残る、そして残存者利益を確実に獲得して、最終的には今みたいにまた 10% 以上の利益率の確保を目指しているというふうに、もうはっきり明言しているということですよね。だからまあ4社が3社になるかもしれないし、最後ね2社ダイソーとこのセリアになるかもしれないけれども、しっかり生き残る、しっかり勝ち残る、そしてゼロサム時代を確実に勝ち残って残存者利益で成長していきますということですよね。まあ、100円ショップっていうのが飽和したとしても、でもお客様が100円ショップいらないっていうことはまず考えられないですよね。やっぱり100円ショップがあった方がいいと、ね、そんなにね5社も4社もいらないけれども、でも日本全国の中に100円ショップは確実にあった方がいいというね、まあ、お客さんの需要っていうのはほぼ永久的に残ると思いますので、その中で、そのね残ってる100円
円ショップに対しての需要っていうのを、まあ、ダイソー、そして今回の、ね、セリアで、まあ、しっかりとこう、ね、享受し続ける、っていうふうな、まあ、そういう、戦略、だというふうに、考えられます。はい、ということで、まあ、セリアの強みなんですけど、現場の顧客志向ですよね。まあ、実際このね、現場、セリアに関しては全国で1700店舗ぐらいあるわけですけど、ほぼ主力はやっぱり女性だと思うんですよね。まずお客様の主力が女性で、ね、お客様の主力が女性で、なおかつそれに対して接客サービスをする、現場のね、方々、1700店舗の、まあ、社員プラス、アルバイトパートの方々ってほとんど、まあ、やっぱ女性が主力だと思うんですよね。ですから、その主力の女性は現場の顧客お客志向であるということですよね。今お客様は何を求めているのか、それに対して現場のセリアの従業員の方がそれに応えるということですよね。それに対して本部の生産管理ですよね。これはもう徹底的に数字で管理しているということで、原価は何パーセントに抑えますと、ね、販管費は何パーセントに抑えますということで、もうとにかくね、無理無駄無駄をなくすということで、徹底的な数字の管理っていうのが行われているということですよね。こう現場は顧客志向で比較的あったかいんですけど、本部の方は生産管理ということで、もう数字でね、ガチガチで冷徹に管理しているということですよね。まあ、この矛盾っていうのを会社全体としてまあ、ね、両立できているというところが強いというふうに思います。まあ、本部の、ね、取締役6名は全員男性ですし、社長はですね、まあ、2代目ですけれども、創業者の甥の方ですよね。で、銀行出身なんで、まあ、そういう意味では非常にまあ数字に強い、経営陣、そしてトップ社長だというふうな印象があります。はい、で、たとえ、まあ、100円ショップ市場そのものが飽和したとしても、まあ、全品100円、ね、残り 3社は、ね、全品100円っていうのをちょっと崩してきてるんですよね。だから200円の商品とか300円の商品とか、400円の商品とかっていうのを、まあ、店舗の中で置き始めてるんですけど、セリアは、まあ、この動画を撮ってる現時点では全品100円っていうのを、まあ、まだ維持してるんですよね。もうそれが一つの大きな、まあ、強みっていうか特徴になってるということです。そして原価率ですね。ちょっと1位のダイソーはわからないんですけれども、3位と4位の、ね、キャンドゥ、そしてワッツに比べると、まあ、原価率が 5% ぐらい低いと、まあ、それが、まあ、一つの大きな利益の源泉になっているということですよね。で、今売れるものを今売るということを、徹底しているということですよね。で、だからまあ、ね、その100円ショップ界のトヨタ、もしくは100円ショップ界のザラみたいな、まあ、そういう企業になっているということです。それで、まあ、100円ショップ市場の上位2強の1社として残存者利益を得ながら、まあ、今後も、まあ、しばらくは堅実に成長し続けるということが予想されるということです。はい、ということで今回はセリアですね、なぜ利益率が高いのかということでやっていきましたけれども、結論は原価の最小化ですよね。まあ、仕入れ原価をとにかく最小化して、ムラムダムラ無理ムダ無理ムラっていうのをもう最小化することに成功できているというのが今回の結論になります。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、 LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。